田辺正代さん、お願いします。田辺さん、曲がった山際の根性を叩き直してください。お願いします。と思います。今回の統一教会との関係で関連団体だったとは分からなかったということの全てを嘘だと決めつけることはいたしませんが、山際大臣の対応については大いに問題があるのではないですか。記憶はあったが記録がないから報告しなかったという、そんなとぼけた話がありますか。この問題の重要性を全く認識しておらず、被害者の苦しみを何とも思ってないとしか思えません。山際大臣はある日の記者会見で旧統一教会との関係を聞かれ、正直に答えますねと前置きをした上で質問に答えていましたが、正直に答えることは当たり前じゃないですか。あえて付け加えるようなことではありません。自民党の調査は記録があるかどうかの確認で、記憶があるだけの場合は報告しなくてよいという調査なんですか。総理、山際大臣のこうしたバレなければよいと思っているかのような対応についてどのように思われるんでしょうか。説明は十分だと納得しておられますか。お答えください。いいぞいいぞ立憲、いいぞいいぞ立憲。